直前まですんげえ顔だった。こんな顔してた。わざわざしなくていいのね。まあ、お父さん帰ってくるからそんな長い説明できないけど、三脚壊れたわ。買うはいいの。なんかね、自撮り棒とかについてくるようなスマホ三脚だったんですよ。まあ、三脚っつうんすかね、雲台っつうんすかね、固定するやつね。まあ、雲台もまた別なんだろうけど、まあスマホ雲台みたいなやつですよ。壊れたね。結構簡単に壊れた。かゆっ。かい。いやー、筋トレ何日目で始めて。スマホでね、スマホというよりはツイッターの俺の誰も入れてないね、意味のない鍵アカウント、筋トレ生活読んで13日目かな。筋トレ生活13日目。何しよっかな。別になんか13日目にしてね、ちょっとね、今日はスクワットしかやってない。なんか何もしたくなくなっちゃって、昨日ポテトフライ食ったのがいけないんで、多分何でもポテトフライのせいにしちゃダメですけど、何これ、すごかゆかゆ。まあ、ちょっとね、ジュースとかそういうのはなんか豚&ゴリラに書いてあるやつらをね摂取するのをちょっとやめております。でも今無性にポテトが食いたい。その前日にね食ったんですよ、ポテト。なんだかんだ言って、食べたね、食べちゃったよ。それの罪悪感でちょっとね、なんか昨日頭痛かった。意味わかんねえよ、罪悪感で頭痛って。うわ、タブー。うわ、すごい。タブーそんな強くないな。全然強くない、タブー。でも、デオキシス強いなって思ったら、スロットなかった。でもやっぱスロット3つになるとおのずと弱くなるんだけど、ギガマック弱すぎ。お前さあ、俺が頑張って手に入れたのにそれかい。クソやな。このさ、スプリングマンよりは強くあってほしいんだよな。なんかステータスが見栄えがないよな。クソザコじゃん、ギガマック。豪気強っ。ああ、お父さん帰ってきちゃったわ。やめるわ。バイバイ。